you
サッカーを愛してやまない皆さん、こんにちは。この試合、先制点を叩き出すのは一体どちらのチームでしょうか。今、試合開始です。右を守るのがイングランド、左にエンドを取るのがアルゼンチン。キーパー真正面。この程度のシュートではどのキーパーからもゴールは奪えませんよ。右へ送ります。さあ、誰にパスを送るのか。軽く中を見ます。ここで折り返してきた。キーパー、ファインゴール。サッカーの歴史にまた1ページ。前半戦序盤、アルゼンチン。試合再開です。ドリブルで攻め込みます。前に出した、右へパス。前に出します。強引に行った。構わずシュート。あっと、外れました。最低でもゴールの枠に蹴ってほしいものです。さあ、自ら攻め込みます。ダイレクト、フィッティング。少しタイミングが合わなかったか、ゴールを外しました。左へ、7番、ドリブルで攻め込みます。このロングパスは通らない。これを通してしまうようではサッカーライセンス剥奪ですからね。一気に行くか。右へパス、強引に行った。キーパー、アルゼンチン。コーナーキックのチャンスです。さあ、一体誰に合わせてくるのでしょうか。イングランド、ゴールキックに変わります。ドリブルで攻め込みます。シュート、ね、ゴール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 。前半終了間際、アルゼンチン、ナイス。さあ、気合を入れ直してゲーム再開です。さあ、自ら攻め込みます。シュート、マッゴ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 ッ。前半のロスタイム、イングランド。試合再開です。前半終了、アルゼンチン1点リードで後半戦を迎え、さあ、90分の戦いの後半戦、その45分の開始です。早野さん、前半戦を振り返っての感想、あるいは後半戦の展望、一言お願いします。互いにまだ全力で戦っていない、そんな気がします。イングランド、コーナーキックに、このコーナーキック、点に結びつけることができるのでしょうか。誰に合わせてくるのか。イングランド、コーナーキックを得た。コーナーキックです。得点のチャンス到来です。あっと、外れました。最低でもゴールの枠に蹴ってほしいものです。決めなきゃダメだっていう気持ちが強すぎると思いますね。やはり攻め込めない。ここは一度ボールを戻します。ラインを割りました。前にパス、右へ。あっと、残念、オフサイドです。結構厳しいですね。しかし今のプレーからも今日のレフリーに、このフリーキックからチャンスを作り出すことができるのでしょうか。前に送った。さあ、自ら攻め込みます。シュート、決めさせない。このシュートは決まりません。威力は十分あっただけに非常に惜しいシュートでしたね。イングランド、クロスボールに備えてゴール前を固めます。残念、このシュートは外れてしまいました。威力は十分あっただけに非常に惜しいシュートでしたね。ナイスゴール。後半戦終盤、アルゼンチン。さあ、再びキックオフです。前に送りました。右へパス、
前方にパス。さあ、自ら攻め込みます。前方にパス。前に出した。右へ送ります。ここでホイッスル。試合終了です。3対1、アルゼンチン、この試合を勝利で飾りました。